はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。12時ですね。お腹空いてきました。6月は10日の土曜日でございます。シンシアリーさんのブログですね。これは昨日出たタイトルですね。日本の経済好調にすごい関心を示す韓国メディア、新冷戦構造のおかげから企業の堅実さによるものまでという、これね、僕も今日見ました。どれで見たのかな、中央日報やったかな、朝鮮オンラインやったかな、日本経済好調やでってなんでみたいな記事ありましたね。現実となった韓日の成長率逆転、韓国の解決策は企業頼みだけという、あとは日本経済の驚くべき成長ぶり、ついにデフレ沼から脱却かっていうの出てますね。あと中央日報に行きますとですね、中央日報にあんまり出てませんか。はい、ハンギョレはさっき言った通りですね、基本反日ですから、こうそういう日本経済は好調やみたいなんですね。悔しい内容は取り上げないというのがハンギョレでございます。とりあえずこのシンシアリーさんを読んでいきましょうか。半導体関連、で特にそうですが、最近、日本経済の好調を伝えるデータに韓国メディアがすごい反応をして示しています。こんなん隣の国にほっといてくれたらええねんけどね、ほんまにお構いなくって感じなんですけど感覚的な話ですが、日経平均の好調以外は日本メディアよりも韓国メディアの方が多くの記事を載せている気がします。まあそうでしょうね。あのね、日本のメディアもちろん私見て回ってますけど、日本経済が好調やというような記事ってほとんどないですよ。ただね、すごい好調昨日ですね、1、3月の GDP を修正しましたね。年率換算で 2点いくつになってたんじゃないかな。すごいやんという感じですね。すごいやんという感じです。ほとんどは地政学的なこと、いわゆる米中による新冷戦構造のおかげだという主張です。ようわかりませんね。米中のですね、新冷戦構造がなんで日本経済を好調にさせるのそれを言えよちゃんと、お前日本の経済発展は冷戦構造のおかげだ、朝鮮戦争のおかげだ、それ以外認めない、そんな風潮がありました。ああなるほど、そう、俺らの戦争のおかげで日本は蘇ったんやっていうあれですね。ただ今回はそれほどではなく、どちらかというと外交路線が良かったというニュアンスもあります。彼ら基本的に日本というのはダメな国で成長するわけがないというのが前提なわけですね。あいつら狡猾で、ずるくてですね、あれずるくて狡猾でモノマネばっかりやからって、本来成長なんかできひんねんってそれ君らやろみたいな話ですけどもうちょっといきましょうね。鍵括弧ですね、今まで堅実に積み上がったものがあるからという分析もあります。例えばイジピョン外国語大学教授は、イジピョン多分人の名前でしょうね、イジピョン、そういう外国語大学があるのかと思いますけど、外国語大学教授は、日本では物価上昇率以上に賃金を上げる動きが出ており、今年後半部には実質賃金も上昇するだろうと分析しながら、これは今まで各企業が積み上げた資産（資金）があるからだとしています。まあこの賃金上がってるのは大企業、一部の大企業だけですけどね、大半ですね。日本のサラリーマンの7割は中小企業に勤めていまして、中小企業はそうそうですね、儲かってませんからですね、まあ上げてるところも中にはあるでしょうけども、一般的に上がってません。それはデータ上も出てると思いますよ。で、今、電気代上がりのですね、物価上がりのでですね、実質賃金減ってるんですね。でもこの先生はですね、後半それも上がるやろって言ったけど、いやそれはちゃうんちゃうかなと思いますけど、さっきの記事もこのイージピョン教授の記事も同じソウル経済です。これはソウル経済というメディアの名前ですね。ソウル経済、知らん。さて、さっきにも書きましたが、地政学的
なんとかもう結局は政策が一貫したおかげというのは政策一貫してへんねんけどちょっと岸田何も考えてないんですけど、場当たり的なんですけど、少なくとも米中対立が明らかになってからは日本の外交はこの方向から外れたことはないので、これも堅実さと言えるんでしょうか。あの米中対立において日本は一貫してアメリカ側というのは、これは正しいですね。それは正しいです。あの米中対立においてお隣さんはですね、ムン・ジェイン政権の時は完全なコウモリですね。あっちよしよしこっちよしよしって、どっちかいうとやや中国寄りやったような気がしますね、ムン・ジェイン政権は。でもあのアメリカからも睨まれたくないねん僕はという感じですね。ようわからんでしたけども、日本は一貫して、アメリカ寄りでございます。だから あの中国は本来日本に意地悪をしたいんですけども、いろいろこう やるこうカードがないという状態ですね。日本に対して意地悪をするで、逆に日本に対して意地悪をするとですね、日本企業が中国へ投資をしなくなる、そっちの方が怖いのではないでしょうかね。過去に何回かやりましたよね、反日デモやって日本大使館に、まあ、いっぱい物投げ込んだりしましたよね。完全なウィン条約違反ですけど、あれですね、イオン襲撃してみたりしましたよね。でもあまり効果なかったですね。だからなんでやらへんやろうと思う。まだやったらいいのにと思うんですけど、もうでも引き上げたらええね、みんなイオンとかなんとかもデパートもない、もう全部引き上げたらええんですよ。そうすると完全に意地悪カードもなくなります。で、引用部分ですね、これはソウル経済からの引用です。日経平均の好調は日本経済が相対的に堅実な成長を見せている中で現れている。日本の輸出は全体的に不振だが、新型コロナ緩和とともに対面消費が活発で内需が生きている。日本は韓国と違って輸出は国内総生産 GDP で占める割合が 10% 台だ。対面サービス需要を拡大が日本内需景況を支え経済成長を促進しているのだ。これにより1、3月の実質 GDP 成長率が前四半期比 2.7% 過去年率基準を記録した。最近賃金がはっきりと上昇傾向を見せ内需主導成長に対する期待を集めている。賃金はっきり上昇傾向、まあ一部ではね、一部では昨年以降日本も 3% を超える消費者物価上昇率を記録し、実質賃金は2020年同比 1.8% 減少したそうです。しかし物価上昇率の鈍化とともに2023年後半には実質賃金が増加傾向になると期待される。期待されるんですけどね、どうでしょうね、全体的にはいくかなという感じですね。今年の春闘時の加重平均、もうええわこんなやめとこう。データ出すの好きですよ、あのお隣さんって。あのデータを羅列するの大好きですね。それで実数稼いでるとしか思えないですけど、あんまり意味がないようなデータの羅列好きですね。まあまあいい、この辺でやめましょう。このですね、シンシアリさんの貼っておきますね。あの基本的にさっきも申し上げた通りですね、あの日本の成長率がいいというのは日本経済の実力であるというのは認めたがらないわけですね。何か外部要因で日本がですね、あのあれですね、あのうまい汁を吸っていると、甘い汁を吸っているというふうにですね思いたいというのはまず根底にあります。それで、その次にというか、その、まあ、それと同じぐらいに本来お隣さん経済の方が強いはずなんですね。成長もするはずなのにですね、日本が成長して自分たちは苦境にあいでるというこの構図はおかしい。それは自分たちの実力が足りないのではなくて、何か日本がずるいことをしているのか、それか外部要因であるというふうに考えたいとそうなるわけですね。今お隣さん経済苦境です、はっきり言ってもうその理由ははっきりしまして、サムソンと SK が苦境なんですよ。ヒュンダイは好調ですよ。で、対中輸出が全般的に不調なんです。で、不調というのは一時的なものかというとそうじゃなくて、もう恒常的にアウトでしょうね。というのは韓国製品と中国製品の質が同じようになってきましてですね、国内産優先というのが今の中国、なるべくだから外貨を使わないという方針であるんでですね、これからどんどん韓国製品はオミットされていくだろうと。
そうするとですね、どん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 韓国が追い込まれていくということになろうかと思います。まあでもそれなかなかね認めたくないわけですよ、やっぱし。やっぱりね。だからずっと日本はってこう斜めに見てるというのはこの記事でございます。まあ彼らのですね、底意地の悪さっていうのは分かって面白いかと思います。はい、一応このシンシアリーさんのブログ貼っておきますね。皆さんどうもありがとうございます。